2023年、影山優佳、牛尾紗理などグループを支えた一期生の卒業が相次いだ日向坂46。だが、セカンドアルバムのリード曲、君は0から1になれ、では、キャプテンの佐々木久美がセンターに初抜擢され、今まで以上に一体感を高めながらグループを牽引。MBS-TBS ドラマイズム枠、DIY、Do It Yourself、では上村ひなのが、テレビ朝日系土曜ナイトドラマ、黎姉の食卓、読み方、ぬかるみの食卓、では斉藤京子が主演を務めるなど、個人での活躍も目覚ましかった。そんな彼女たちの2023年の活躍を振り返る企画として、モデルプレス内における、日向坂46の今年最も読まれたニュース、トップ5を発表する。第1位は日向坂46影山優佳、ファースト写真集先行カット公開1位、日向坂46影山優佳、初水着姿で透明感あふれるファースト写真集先行カット公開5月9日にファースト写真集、知らないことだらけを発売した影山優佳。こだわりの水着姿で透明感あふれる笑顔を向けたカットは、多くのファンを魅了した。また、今回の、今年最も読まれたニュース、トップ3すべてに影山関連の記事がランクインした。日向坂46牛尾紗理奈、グループ卒業発表4位、日向坂46牛尾紗理奈、グループ卒業発表今後の活動にも言及9月14日、牛尾紗理奈が公式ブログにて、11月8日リリースのセカンドアルバムの活動をもって、グループから卒業することを発表、聖母キャラ、そして、同期や後輩メンバーから広く愛されていた塩の卒業はファンに大きな衝撃を与えた。バル、日向坂46松田好花、生放送裏で涙あふれる、ザ・タイム、秘話に反響5位、日向坂46松田好花、生放送裏で涙あふれる、ザ・タイム、秘話に反響、賛同した、素敵、松田好花が、7月8日放送の自身がパーソナリティを務めていたラジオ番組、日向坂46松田好花の日向坂高校放送部、日本放送に出演。火曜レギュラーとして出演している情報番組、ザ・タイム、CBS 系、毎週月曜から金曜朝5時20分、の裏話を明かし、感動した、素敵、と多くの反響を呼んだ。日向坂46の今年最も読まれたニュース、トップ5。1位、日向坂46影山優佳、初水着姿で透明感あふれるファースト写真集先行カット公開2位、日向坂46影山優佳、IQ 上位 2%、繊細集団、メンサ、まさかの入会理由明かす、病院に行ったことがあって。3位、日向坂46影山優佳、初ランジェリー&水着撮影への不安払拭できた理由、理想像、追求した体づくりも明かす、知らないことだらけ、インタビュー。4位、日向坂46牛尾紗理奈、グループ卒業発表今後の活動にも言及5位、日向坂46松田好花、生放送裏で涙あふれる、ザ・タイム、秘話に反響、感動した、素敵、